若手美人演歌歌手として注目される中、バラエティ番組などにも積極的に出演してきた丘みどりさん。少し前までは引っ越し願望があったようで、物件探しにハマっているとブログで明かしていましたが、その願いは叶ったのでしょうか。2021年現在の自宅をはじめ、年収や焼肉愛について取り上げます。また丘みどりさんにとって特別な思い出の着物にまつわるエピソードや事務所の変遷についてもまとめました。丘みどりのプロフィール。出生な丘みさと。出身地兵庫県姫路市安富町。生年月日1984年7月26日。所属事務所アービング。離婚2021年5月4日に一般男性との結婚を発表。目次。丘みどりの自宅はどこ。丘みどり多彩な活動で年収は。丘みどりの焼肉愛が炸裂。丘みどりの宝物の着物とは。2021年現在の事務所はアービング。丘みどりの自宅はどこ。アイドル活動を経て21歳でようやく夢の演歌歌手デビューを果たした丘みどりさん。30歳を過ぎてから東京に拠点を移し、事務所もレコード会社も移籍して再スタートを切りました。これが功を奏したようで、上京の翌年にリリースした佐渡の夕笛雨の木屋町は演歌としては異例と言える10万枚の大ヒット。同年の紅白歌合戦にも初出場しています。2021年現在は東京在住と思われますが、自宅はどこにあるのでしょう。引っ越しがしたいと繰り返しブログに綴っていたのは2020年の秋でした。当時のマンションは住み始めてもうすぐ5年ということで、おそらく上京直後から暮らしていた自宅と思われます。お眼鏡にかなう物件に出会えたのは12月上旬のことで、同月の14日には早くも新居の快適さをブログに投稿しています。もちろん具体的な地名は明かしておらず、記述から特定することもできませんが、静かな環境にあるマンションのようです。引っ越して一番良かったのは静かなことで、朝までぐっすり眠れるのだそう。前のマンションにいた頃に眠りが浅い気がしていたのは、やはり余計な騒音があったからだと気づいたそうです。丘みどりさんはまた兵庫県姫路市の実家を訪れる熱烈なファンに自粛を呼びかけたことがありました。応援してくださるお気持ちはとても嬉しいのですが、と前置きした上で、実家には小さい子供たちもいることを伝え、理解を求めています。どちらかといえば講師の線引きをしっかり引くタイプのようにお見受けします。ファン心理もわからないではないですが、節度のある応援をしたいものですね。丘みどり多彩な活動で年収は。近年は演歌歌手の中でも注目度が高まっている丘みどりさん。気になる年収について調べたところ、やはり公表されておらず情報もありませんでした。では演歌歌手の平均年収はどれくらいかというと、およそ300万円から600万円なのだそう。ですが、一口に演歌歌手といっても無名の歌手から大御所まで様々。売れ方に大きな開きがある方々の平均年収を割り出したところで、あまり参考にはなりませんね。丘みどりさんの場合は認知度も高く、紅白歌合戦にも3年連続出場しているほか、バラエティ番組にも多く出演し、 YouTube でチャンネルも開設しているという多彩な活動ぶり。演歌歌手の平均年収を大きく上回ることは確かでしょう。少なくとも数千万円の年収があるのではないかと言われています。演歌の世界は一曲大当たりすれば安泰と言われますが、その一曲に巡り合える歌手は全体の何パーセントなのでしょうか。丘みどりの焼肉愛が炸裂。テレビ番組ではたびたび強烈な焼肉愛を披露している丘みどりさん。
焼肉を欲するときは週5から週6の頻度で食べているそうですから、もはや筋金入りです。大衆焼肉に取りつかれてしまった彼女は、営業で地方を訪れるたびに地元の焼肉店を新規開拓。お店を選ぶポイントは、口コミがないお店、写真を加工していないお店、グルメサイトで口コミ0件などという焼肉店を見つけると、おそらくテンションが上がるのでしょう。意味がわかりません。いわゆる有名店ではなく、地元の常連しか行かないような穴場の店がお好みなのではないかと思います。知りたいのは、それほどに焼肉愛が高じてしまった理由です。子供時代は魚を食べることが多かったという岡みどりさん。関西から上京した時、東京に負けないぞと思い、お肉を食べるようになったそうです。みどり、スイッチオンという感じでしょうか。焼肉を食べた翌日はいい声が出たそうで、歌い方や声の出し方が変わったのも肉食の影響と語ります。お肉を食べていたおかげで紅白にも出場できたとまで言い切っているので、岡みどりさんにとっては焼肉イコール神なのかもしれません。岡みどりの宝物の着物とは、時にはドレス姿で J-POP やロックを歌い上げるなど、演歌歌手の枠にとらわれない多彩な活動も魅力的な岡みどりさんですが、ご本人も着物が好きと公言しているだけに、やはり着物はよくお似合いで、さすがは演歌歌手という感じです。まだ30代という年齢のせいもあるのか、粋な着こなしというよりも可愛らしい印象が強いですね。とりわけ赤系の色は岡さんの可愛らしさによく映えます。着物の所作の先生には、岡みどりとしてステージに立つのではなく、曲の主人公を演じなさいと教えられたそうです。岡みどりさんにとっての宝物の着物は、母が服飾の学校に通っていた学生時代に作った一枚。その着物を成人式で着ている母の写真を見た時から、いつか自分も着たいと思っていたそうです。紙のつるという楽曲と出会った時に、母の着物を着るのは今なのだと思ったという岡さん。自ら提案して、ジャケットの撮影をすることになりました。幼い頃から母と二人三脚で演歌歌手の夢を追いかけてきた岡みどりさん。母のがんが発覚したのはデビュー直後のことです。そして翌年の12月、47歳の若さで静かに息を引き取りました。2021年現在の事務所はアービング。岡みどりさんはこれまでに何度か事務所を移っています。10代のアイドル時代に在籍していたグループ、ポップクラブはホリプロ大阪所属でした。その後、事務所を移って演歌歌手としてデビュー。やがてこの事務所も辞めて上京し、新しい事務所へ移籍。2021年現在の所属事務所はアービングです。アービングは荻野優さんを代表取締役とする芸能プロダクション。日本の芸能人のほか、リュシオンさん、アイドルグループのマイネームなど韓国人アーティストも所属しています。2021年春には、一般男性との結婚と第一子を妊娠中という吉報を届けてくれた岡みどりさん。今後は歌手活動に加えて、子育てにも多忙になりそうですね。